ニルバーナ。ニルバーナはアメリカ合衆国出身のロックバンド。1989年にアルバムデビュー。1991年に発表したセカンドアルバムネバーマインドの驚異的な大ヒットにより世界的なグランジムーブメントを巻き起こした。バンド名は仏教用語の涅槃の境地に由来する。全世界のトータルセールスは 約7500万枚以上。1996年、グラミー賞受賞。ワシントン州のアバディーンで、リードシンガー、ギターのカート・コバーン、ベースのクリス・ノボセリック、そしてドラムのアーロン・ワークハートによって1987年に、バンドを結成。バンド名は、フィーカル・マター、セル・アウツ、スキット・ロー、ペン・キャップ・チュー、テッド・エド・フレットといった変遷を経て、最終的に、 ニルバーナ、ニルバーナ、イコールネーハンに血ついた。ドラマーが安定せず数回メンバーチェンジを繰り返し、やがて、チャド・チャニングに落ち着く。1980年後半のグランジシーンにて、存在感を増しつつあったニルバーナは、1989年に、独立レーベルであるサブポップと契約を交わし、彼らの最初のアルバムである、ブリーチ、ブリーチをリリースした。 バンドのメイン作曲者であったカートは次第に静かなバースと激しいヘビーなコーラスの繰り返しというダイナミックな対比という手法を確立していく。それからほどなくして技術的な問題からカートはドラマーのチャド・チャニングを解雇する。その後オーディションを経てデイブ・グロールをドラマーに迎えよく知られたメンバーが顔を揃えることとなる。1990年にメジャーレーベルである。 ケフィンレコードと契約。1991年に発表した、セカンドアルバム、ネバーマインド。ネバーマインドは、ビルボード200で1位を記録。MTV では、シングル、スメルズ・ライクティーン・スピリット。スメルズ・ライクティーン・スピリットがリピートされるなど、当時のアメリカ音楽界に衝撃を与え、ヘビメタルから一よにして、グランジが新たなトレンドとなった。ニルバーナを筆頭に、パール・ジャムや、 アリス・イン・チェインズ、サウンド・ガーデンなどのグランジバンドは新たな若者たちヒーローとして祭り上げられた。ハートのヘロイン中毒という問題を抱えていたバンドは一時活動麻痺の状態となり、1992年にコンピレーションアルバムインセスティサイド、インススタサイドを発表することとなった。続く1993年にはニューアルバムイン・ユーテロ、イン・ウテロを発表している。 予想されてほどの売れ行きではなかったが、アメリカとイギリスのチャートのトップにランクインした。ドラッグにのめり込んでいたカートは、自殺未遂や寄港を繰り返していた。最後の40日間でも、ドラッグの購入、自殺未遂などがあり、ついには1994年4月5日に、シアトルの自宅にて、ショットガで頭を打ち、自殺。カートの死後。 ライブ版を含む何枚かのアルバムがリリースされている。二人の残ったメンバーである、グロールとノボセリック及び妻のコートニー・ラブは、レア音源やリリースされていない曲の発表に関する、問題で激しく議論した。2002年10月29日に、法廷で決着がつき、ヒット曲やカート生前最後のレコーディング音源である、未発表曲、You know you r e right を含むアルバム、ニルバーナ、 ニルバーナが発表された。ニルバーナの解散後、デーブは、フーファイターズを結成し、2011年に発売された、ウェイスティングライト。ウェイスティングライトは、バンド初のビルボード200での1位を獲得するなど、今も活動している。一方、クリスは、スウィート75、アイズ・アドリフトというバンドを結成したが、近年は、政治、執筆活動に専念している。 2012年12月12日にニューヨークで行われたハリケーンサンディの被害支援チャリティーライブでデイブとゲストボーカルのポール・マッカートニーと共作した新曲カトミー・サム・スラックを披露した2018年セカンドアルバムネバーマインドがグラミー賞の殿堂入りガンズローゼズとは対立関係にありそれは当時のファンを2分するほどだった カートはガンズに対し、ガンズローゼズはロックスターになりたかっただけ、ガンローゼズにはファッションしかない。俺たちにはファッション、情熱があると発言している。もともとアクセル・ローズはニルバーナのファンであったが、カートが一方的にアクセルとガンズ側を批判したため、対立関係が生まれた。カートの死後、アクセル以外の元ガンズメンバーとニルバーナメンバーは和解し、 元メンバーのバンド、ベルベット・リボルバーは、ネガティブ・クリープをカバーしている。2010年に発表された、スラッシュ発のソロアルバムには、デイブ・グロールとダフ・マッケーガンが参加しており、デイブとダフは何度か共演も果たしている。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。